毎日豆豆豆、もう嫌、肉肉が食べたい。もう何度タイガに怒鳴られたことだろうか。だが今回のタイムセールで肉を買って、肉入り高須スペシャルをたらふく食わせてやる。おっと、最後のワンパクか。ならばの、すまんがこの肉俺がもらう。お、これは俺が先に目をつけたものだ。だから遠慮してくれないか。仕方ないさ。うちの居候はたとえ毎日もやしだけでも満足したように振る舞うだろう。だがな、俺は成長期の子供を栄養不足にさせるわけにはいかないんだ。むむ、何を言ってるのかよくわからんが、他にもいろんな選択肢があるだろう。ちょっと高いが、あっちの肉はどうだ。もう少し余裕があればあんたと争うこともなかったろうがな。今の俺はな、自分一人でもギリギリの生活だっていうのに、もう一人食べ盛りの居候を養わなくちゃならないんだ。だからこのタイムセールだけは絶対絶対に見逃すわけにはいかない。この前は一度しくじった。今回は何があろうと失敗するわけには。あいにくこちらも似たような状況なんだ。引くわけにはいかねえ。怖い顔だな。しかし睨まれたくらいで俺が手を引くと思ったか。ロボットの姿はないみたいね。あれはメロンパンのお店。メロンパン5つ。はい、メロンパンですね。ありがとうございました。あのバカ犬、買い物に行くって出てってから全然帰ってこないじゃない。お腹が減って死ぬ。フラフラする。人間殺す、人間死ね、人間殺す。行くわよ。ここのロボットたちは風雪の中で止まった。共柄とは無関係なのになぜ人を襲うんだろう。人が倒れてる。もしかしてロボットにやられた。ちょっとそこの、生きてる？お腹が減った。死ぬ。お腹？ただの空腹。しょうがない。買ったばかりのメロンパン分けてあげるから食べなさい。いいの？ありがとう。じゃあいただきまーす。全部食べられた。どう？落ち着いた？うん、助かった。ありがとう。私は愛坂タイガ。あんたとはなんか気が合いそうね。私はシャナ。お前、不思議と他人とは思えない感じがするわね。そういえば、ここから遠くないところに人気があまりないプールがあるって聞いたけど、泳ぐ練習でもしていくか。うるさい！お前な、まだ肉が食べられなかったことを怒ってるのか。タイムセールの肉を変な奴に奪われたからだって言っただろう。俺だってお前に肉を食わせるためにわざわざ遠い店まで行ったんだ。散々文句を聞かされたんだ。もういいだろ。違う、そんなことじゃない。ならなんだよ。さっきすごく気が合う人と会ったの。お互いいろいろ似たところがあって。ん？それっていいことじゃないのか。全然良くない。あの人も小さいのよ。もう長い間全然成長してないって言ってたの。だからもし私たちみたいのはそういう運命なのかもって思うと、毎日毎日リュウジ手作りの豆乳を飲んでも何も変わらないんじゃないかって。
なんだそんなことか。安心しろ、タカススペシャルは絶対に効く。だからタイガはもっと自分に自信を持てよ。ここは本当に大丈夫？安心しろ、俺の調べによればこの時間だと誰もここに来たりしねえよ。思う存分練習するといいぞ。バカ犬、あんたの目は節穴、あそこをよく見なさい。あれ本当だ、女の子が一人だけでこっち向いたぞ。あれもしかして溺れてるんじゃないか、早く助けないと。おい大丈夫か、な鼻血が。鼻血、まさかさっきどこかにぶつけたか。うん大丈夫、すぐ収まるから。ねえあんた名前は？イリア・カナ。泳げないのになんで一人でプールに来たの？泳げる、教わったから。そう言われてもね、本当は私と一緒でまだ完全には習得していないんじゃない？私も泳ぎの練習のためにここに来たの。もしよかったら一緒にどう？どっちが先に泳げるようになるか勝負よ。もう暗くなったし、そろそろ帰ろうかな。イリアさんはもう少し練習するつもりなの？そこにいるあんたたち、気をつけろ！9番目の拳銃、アルナスルミニウム！はぁ、勘弁してくれ。何あれ、どういうこと？あれって怪物？これは夢？ありがとう。あれあんたも鼻血、もしかしてどこか怪我したの？水着。おいおい勘弁してくれ。大丈夫大丈夫だ。さああんたたちも早くここから離れろ、俺も帰るから。変わった人ね。って一体何が起こったの？まさか心霊事件じゃないわよね？最近魔族の動きが妙だな、一体どうなってやがる。先輩、先輩探しましたよ。どうして先輩はいつも勝手にいなくなるんですか？これには事情が。あれ、先輩の鼻の下に鼻血の跡が。ああ、もしかしてそこのプールに水着姿の女性を覗きに行ったんじゃ。不審者が出るという噂でカンコドリが鳴くようになったプールだと聞きましたけど、犯人は先輩だったんですね。いやいやいや、それは誤解だ姫凪。人間を襲った魔族を追っかけていったらプールに逃げ込まれたんだ。だから確かに水着姿の女の子を目にしたが、これは事故、事故なんだ。まあそれが本当なら仕方ありませんけど、魔族が人間を。そうだ、姫凪も気づいてるだろ、最近魔族の動きがおかしいと思わないか。それは確かに。魔力異常です。先輩、私調査してきます。待てよ、俺も行く。立場をわきまえてください。先輩は第四神装、勝手に動いたら大問題になります。それでは。もう他のコウマ氏が来てたんですか？武器は、バスケットボール？えいっ、あっ、あっ、
る怖くない。ヒナもみんなを守れる。よかった。僕の見立て通り、お前たちは相当の才能を持っているようだ。なら、お前たちも霧野と同じ魔法少女として戦うがよい。おー、ヒナ、魔法少女になる。